ジェームズ・クラークは、イギリスの現代音楽の作曲家である。当初は、電子音楽やテープ音楽、劇場などへの興味があったが、1980年代に、新しい複雑性が流行すると真っ先に飛びつき、クラーニヒシュタイナー音楽賞を獲得。ブライアン・ファーニホーほどではないが、メトリックやピッチがかなり複雑な局面を見せていた。フィナールダンスはその時代の頂点の作品。 その後アゼルバイジャンなどへの教食を経て、現在は耳で聞くオブジェといった印象を持つスタティックな印象のオーケストラ作品を書いており、スペクトラルな火星に基づいたコードの連続の上をピアノが細かく装飾するアンタイトルドナンバー2では、聴覚的にも、書式的にも、いくわくかの感銘さを見せ始めている。ウィキペディア英語版では、現在の彼をも、 新しい複雑性にカテゴライズしているが、更新がこの水準の複雑性をクリアしていることもあり、さほど複雑とは考えられていない。現在は耳でも音でも聞けるオブジェという思考を発展させ、美術家としても活躍している。かつての複雑だった時代の作品がリコルディロンドンから入手可能。公式サイト、ありがとうございます。